さこみです。いとさです。にゃーにゃーチャンネル始まるよ。チャンネル登録してね。こちらのボタンも押してね。今日は絵心対決をします。久しぶり、久しぶりだね。今日はこちらの画用紙に書いてもらいましょう。はい、お題を言います。はい、人とかやめてよ。人は嫌だよ。いや、人です。お題、はい、にゃーにゃー3姉妹を描いてください。3人描くの自分の絵と他2人。はい、分かった、うん、を描いてください。はい、はい、よーいスタート、はい、いいよ。まずココちゃんからえ、これだけ。自分の顔。これ誰だと思う？誰だろう。あ、それはね、リコクちゃんかな。うんうんうん。真ん中にいるから。こわ。こわ。普通なるでしょこれ。いやいや、もっと可愛く描きなよ。もっと漫画チックに描いてもいいね。よくママ。順調ですか？で、こっちにこうするから、うんうんうん、こっちに私を描く、うんうん、私ってどんな顔だろう。まあいいや、私を描こう。うん、私を描いて。私ってさ、結構さ丸い。せいちゃんは2人目が出来上がったようです。やめたリコポちゃん、こちらで描いています。なんか、パーマかかってるような前髪になったね、リコポちゃん、それね。はい、順調に描けてますでしょうか。シュウちゃんがかっこいい。シュウちゃんかっこよくなったの？どれどれ。ありがとうよ。終了です。はいはい、はいはい。じゃあ一人ずつ見ていきましょう。あ、リココちゃん描けたようですね。みんなの前では恥ずかしかったんだけど描いてくれました。すごいことになってます。まずこちらから。じゃあせいちゃん、せいちゃんね、せいちゃんすごい頭がグニグニに盛り上がってますけどめめめめめ怖いしはい、結構な髪の毛長いねこれ、せいちゃんね。はい、そして真ん中は誰ですか？リコちゃん。リココちゃん？リココちゃんだけさ、ちゃんとさ。あ、本当だ、リココちゃん普通だな。上にはね、リコちゃんのマークをつけてくれましたね。はい、そしてこれ絵本で出てきそうな感じ。ココミちゃんですか、これは。顔の輪郭ここなんだけど、ここに耳がある。恐ろしい顔。ココミちゃん、かわいいじゃん。うん、エイリアンかわいい。あ、エイリアンも描いてくれたんだね。隣にいるから。なるよ。はい、順番に見ていきましょう。まず一番内は？あたし。あ、そうだね。今日の服描いてくれたのかな。うん。はい、そして真ん中は？ココちゃん。あ、リココちゃんだね。お顔が一番大きい。はい、そして口がせいちゃん。あ、なんかせいちゃん裸みたいねえ。でも服ないよこれ、ここ。でも服みたいにこうなってるじゃん。あ、本当だ、でも服になったから。あ、あ、そうそうそう、首長いやつ。あ、オッケーオッケー。何してんの、そうそう、ここちゃん。これがあるのに上着ってほしい。エリアンが、エリアン、エリアンがこちらです。はい、ちょっとこれ長すぎた。アンテナ、はい、アンテナピーン、描いてくれまし
た。何笑ってんの。歯がボロボロじゃん。せいちゃん歯がボロボロなんだから。つるふじゃない。続いてセイラちゃん、せーの、から見ていきましょう。はい、まず最初はこちら、この子はココミちゃん。薄いんだね。結構見て書いてあるな。それなんかココミちゃん大きいね。最初は私かと思って書いて。続いて真ん中はニコッコちゃん。なんかみんな同じ目がこういう目なんだね。私もだよ、ほら。せいちゃんこれ自分かな。かっこよくポーズをつけてね。これは服についてるだけじゃなくて名前がわかるよね。セイラちゃん、リココちゃん、ココミちゃんってね、ちゃんと誰が書いたかわかるよね。サインも書いてたりしたけど。そしてリココちゃん一生懸命画鋲をつけております。飾っております。気に入ったのかな、あの絵が。つけた。あらあらあら。やりました。飾ってみました。こちらとこちらとこちらです。あ、そうだね、名前を言わずに聞いてみようか、パパにね、うん、パパが審査員をしてくれてます。パパはこれ、こちらだそうです。うん、これを描いたのはよく見た、うん、本気で選ぶやつだよ。笑っとります。これ私で、これが私だって、でこれがココちゃん。なんか竜巻に。さあどれ、どれ選ぶ。パパも書いたよ。私もパパも書いたよ。これパパなの。ちゃんとお湯も書いたよ。一番いいやつ。うん、一番これかわいいじゃんっていうの。ニャーニャチャンネルっぽいやつ。ここみちゃんでした。はい、ということで今回の優勝者はココミちゃんでした。はい、みんなは誰が上手だったかなと思ったかな。な、また今日のことはこの辺で。今日はなんじゃじゃんけん、私はグーじゃけぽい、負けた人はグーだよ、チョキだよ。チャンネル登録はこちらのボタンだよ。みんなでやってみよう。3、2、1、ポチ。押せたかな。ポチポチ押せてるよ。ポチ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 。こちらの動画も